武蔵マニアイエーイ。 Hi, hello everyone, my name is 武蔵。 本日大好評企画、カップ麺企画。はい、本日紹介するラーメンはこちら。じゃじゃーん、チキンラーメン油そば濃厚醤油ダレって書いてます。チキンラーメンはね、割と有名で結構僕も好きで食べるんですけど、油そばどんな味になるんでしょうね。そもそもね、これもあんま見ないですもんね、このパッケージすら。チキンラーメンで卵乗ってるみたいな普通なんですけど、とりあえずじゃあオープンしてみましょう。さあ、これとこれとこれ、醤油ダレと刻みのり、ラー油とお酢の追いがけパック、麺を半分ほど食べてから入れるのもよしと書いてます。作ってきます。はい、というわけで湯切りを済ませてきました。じゃあもう早速作っていこうと思います。まあレビューはねちょっとメインなんで、でまずこの濃厚醤油ダレをかけていきます。ちなみに今この何もかけてない状態だと匂いはほんまにチキンラーメンですね。あ、やっぱり色は濃くはないですね、薄醤油みたいな。じゃあ混ぜていきます。あー、うんうんうん、待って、すごい、これチキンラーメンのあの匂いが消えました。ごま油がメインになったような感じですね。で、刻みのり入れていきます。どんどん刻んでいこうと思います。いただきます。これちなみに、ラー油は後でかけようと思います。ごま油感が強いですね。なんか焦げたチキンラーメンみたいな感じですね。ラーメン感ゼロ。ここで追いがけパックをね、行こうと思います。辛いかな、でもまあえっか。え、見えます、水みたいな感じ、酢の匂いがきつ、酢すご。ラー油も入ってるからちょい辛い。もう一回言います、ラー油も入ってるからちょい辛いっすね。っていうわけで完食。っていうわけで食べてみた感想は、途中でかけたラー油と酢のやつは、個人的な意見としては入れない方が美味しかったです。まあ好きな人はね、好きな味やと思いますし、入れた方が美味しいっていう人ももちろん、いると思います。まあ僕自身の、意見としては入れない方が美味しいです。そしてチキンラーメン感がゼロですね。普通の、油そばを食べてるような感じで、チキンラーメンって思ってたより入ってこなかったですね。初めの匂いぐらいかな、思ったっていう感じです。はい、というわけで、このチャンネルがいいと思いましたらぜひチャンネル登録、そしてコメント、高評価もお願いします。 Never give up. Goodbye.